前回の動画ではド・モルガンの法則から条件かつやまたはが入った条件の否定を考えました。2つの条件 PQ がある時に P かつ Q の否定というのは P の否定または Q の否定と考えることができましたんやね。そしてもう一つのルール P または Q の否定というのは逆に P の否定。 p の否定かつ q の否定という形にすることができましたただこの話だけ記号で文字で言われてもちょっとどういうことか分からんよね条件の否定すなので今回の動画では実際にこれを使って否定はどんな風うになるか考えてみたいと思います ab は次数とする次の条件の否定を答えようという問題です早速やってみましょうまず1番 A 小なり0かつ B 大なり0という問題です。す。これの否定を考えます今はかつで間が結ばれているのでかつで結ばれているそれの否定を取るのでその時は P の否定 Q の否定それぞれをまた和で結んであげればいいそれぞれの否定をまた和で結んであげたらいいので A 小なり0の否定は符号の向き書いてあげたらいいよね そして例が入っているようにしないといけないので A ダイナリイコール0またはになります。または B ダイナリイコール0やから今度はこっちら逆やね B 小なり0ですこうなるわけやね A が0より小さいかつ B が0以上の否定というのは A が0以上または B が0より小さいこういうふうに否定を作ってあげることができます。 機械的にこれに沿って進めてあげればいいだけです。そじゃ次2番。これは実は前の動画でもやったんやけどもう一度練習でやっておきましょう。今度はまたはが入っているのでそれぞれを否定してかつで結んであげればいいんやねつまり A イコール0の否定なので A ノット a l 0かつ B n o とイコールゼロ、こうなりますよと A がゼロか B がゼロの否定は A はゼロじゃないししかも B は B もゼロじゃないとそう言えるよねこれで否定を作ることができました言葉で考えるとちょっと難しいかもしれんけどこの法則を使うとパッと導くことができるよねそれじゃあ最後三番マイナス三小なりイコール A 小なりイコール四。4 これの否定はどうなるでしょう。え、いきなりかつまたは出てきれへんし、全然ちゃうやんと思うかもしれませんけど。実はこの中には、この一番二番と同じように。二つの条件が隠れています。わかるかな、一つの式になってるけど。一つはここやね。マイナス三、小なりイコール A。これで一つの式を作っているし。そう考えるとこちら側、こっち側 A. 小なりイコールよ。4 これでもやっぱり一つの式になっているわけです。この式の意味、一つになった式の意味というのは、a はマイナス三以下やし、あ、ごめん、a はマイナス三以上やし、かつ四以下になっている。マイナス三から四の間に入っているってことだよね。なので、この二つの赤で囲った式が、かつでつながれている形になるんです。大丈夫かな ってことはそれぞれの否定をとってまたはにしてあげればいいのでこっちの部分の否定はマイナス三符号の向きを変えて A またはこっちも符号の向きを変えて A 大なり4こうなるよねこれが答えになりますこういうふうにして仮を間に見つけて条件を否定してあげることができますよと。 そしてもう一つ実はこの問題別の解き方考え方もあります。どういうふうにするかというとそもそも条件の否定否定というのは集合で見た時には補集合になっていたんやね。覚えてるかな前の動画でやったす。つまりその条件を満たしていない範囲を考えてあげればいいのでこれって一つの A の変域みたいなもんになってるんね。 なので、この実際のマイナス小なりイコール A 小なりイコール4を、ふと、数直線で書いてあげると、この辺域はこういうふうに表すことができます。それね、覚えているかなここからここまでってことやね。そして今、これの否定を言っているので、ここの部分、イ、e、がい、e、やから、この数字の範囲になるんやね。揃いました。A がマイナス3より小さい。 -3 大なり a または a が4より大きい a4 こういうふうになるんやね同じ答えが出てきましたこのようにしてかつまたはから求めることもできるしそもそもの否定の考え方補集合という考え方から求めることもできるんですそれでは最後今かつまたはの否定をやったわけやねんけど こんな問題も最後にやっておきたいと思います。A、B は時数とする次の条件の否定を答えようと。問題文は一緒です。ただしちょっと文章がそれぞれ1番2番違います。まず1番 A、B の少なくとも一方は有理数である。これの否定はどうなるでしょう実数の中には有理数と無理数があったんやね。 そして AB はどっちらも実数になってるんやけど A と B の少なくとも一方片方は有利数になってる。これの否定ってどうなるでしょうなんか言葉で考えてるとめっちゃ難しいね。なので少し整理をしたいと思います。そもそも AB の少なくとも一方は有利数ってどういう状態かっていうとまあそれぞれ A が 有理数の時無理数の時というパターンがあって同じように B が有理数の時無理数の時っていうパターンがあるんやねこのよういう表を頭で考えることができると思います点が1個多かったそしてえっと例えばここのマスやと AB どっちらも有理数になるしここのマスやと AB どっちらも無理数になっているわけです それじゃ少なくとも一方は有利数ってどこになるかっていうとどっちか1個は有利数ってことなのでどっちも有利数の場合も当てはまるよねこの条件にそして A だけ有利数ってのももちろん当てはまります少なくとも一方やからどっちか一方だけでいいんですそして B だけ有利数ってのも当てはまりますそしてこの 両方無理数いうのだけこの条件に当てはまらないんですつまりこの表で言うと AB の少なくとも一方は有理数っていうのは丸が書かれたこの範囲になっているわけです。てことはやで否定というのは否定というのはこの条件当てはまる部分の補集合当てはまっていない部分になるのでここの部分というのが 否定大丈夫かななので AB 少なくとも一方の否定と言われたらどうなるかというとここの部分なので AB ともに無理数とどっちらも無理数ということができるんです。大丈夫かな 言葉でちょっと考えると難しいかもしれんけどこの図を使って補集合の考え方当てはまらない部分はどこかなっていうふうに考えると否定を見つけてあげることができるよねそれじゃあ今度逆をやってみましょう2番 A と B はともに有理数であると言っています今度はここに出てきたともにというのを否定してみるんですそうなるとどうなるか まあ結局一緒の図やねんけど、もう一回書いときましょう。こうなります。A が有利数のとき、B、無利数のときと。そして B が有利数のとき、B が無利数の時とき。そして A、B ともに有利数という条件、ともに有利数に当てはまるのはどこかというと、これ、ともにって両方ともってことなので、ここだけね、 ここだけがこの条件を満たしていることになります。つまりこれの否定はどこですかと言われたらこの青で囲った範囲が否定になるわけです。そうやね、さっきとは逆のような関係になりました。そしたらこの青で囲った部分、言葉で言ったら何て言うでしょう。ここ、青の部分、こことテストでは書けないので何て答えたらいいか。というと。 かこの赤と同じ部分を指していることになるので「少なくとも一方」っていう言い方をしてあげればいいんやね。つまりここの青の部分っていうのは片方が無理数になっているか両方無理数になっているかというパターンなので AB の「少なくとも 一方は無理数であるどっちらかは無理数ですよとこれでこの青の否定の範囲を表すことができてるよね大丈夫かなちょっと面白いんやね少なくとも一方の否定は共にになって逆に共にの否定は少なくとも一方になってます この決まりは今図を書いたから分かったと思うけど少なくとも一方と共にの関係を分かっていないと結構否定を考えるのが難しくなったりすると思うのでこの決まりも理解しておくようにしてください。そして合わせて少なくとも一方共にの否定というのをやりました。